なんだこの写真は。あら、いちごと青山くん、素敵。まるで結婚式みたいね。何が結婚式だ。みんながこの間パーティーしてくれたの。僕が留学するので、その壮行会ということで。だったらなんでこんな格好してんだよ。これじゃまるでウェディングドレスみたいね。言うな。お父さん落ち着いてよ。今すぐ結婚するってわけじゃないんだからね、青山くん。うん、その時が来たらちゃんとお父さんとお母さんにご挨拶します。お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない。もうあなたったら、そんなベタなセリフ言っちゃって。だってさくら、俺たちの可愛いイチゴが、イチゴが、あなたには私がいるでしょ。そうだな、さくら愛してるよ。はいはい、私も愛してる。僕たちもお父さんとお母さんみたいになりたいです。お父さんと呼ぶな。なんだかんだ言って、あの二人息が合ってきてるみたいだね。